ちは。今日はお花を描きます。ユリの花を画面いっぱいに描いていきたいと思います。花びらを丁寧に描いていきますので、どうぞ最後までご覧ください。まずは下絵を描きます。ユリの花をどれくらいの大きさにするかということを、まずはこう大まかに描きます。それから花びらを描いていきます。ユリの花びらって大きいですよね。花びらがくるんと巻いてるような感じとか、ちょっと波打ってるような感じ、そういうところを描いてあげるといいんじゃないかなって思います。一発でこう描こうとせずに、少しずつ少しずつ、形にしていくという感じです。このしっかりとしためしべとかおしべ、ユリの特徴ですよね。ここもしっかりと描いていきたいと思います。下絵が完成しました。マスキング液を使います。今日は鉛筆削りで削ったお箸で塗っていきたいと思います。色を塗っていきます。パレットにない色、ブライトローズルミナスを使います。そこにミネラルバイオレットを混ぜて一色にします。次にまたパレットにない色、バジターブルーを使います。そこにセルリアンブルーを混ぜて一色にします。画面に水を塗っていきます。水が濡れたら、ピンク色の方をですね、そっと置いていきます。花びらに絵の具が塗っても大丈夫です。でもその時に白くしたい部分には絵の具が塗らないように注意して色を置いてください。ブルーの方も少し置いていきます。ちょっとこの段階で花びらのバランスがちょっと悪いなと思ったので修正しています。次に花びらの色を作っていきます。今回は背景と花びらを同系色にしようかなと思います。先ほどと同じ色で色を作ります。ブライトローズルビナスとミネラルバイオレットを先ほどより濃く溶きます。2色目はローズマダーとミネラルバイオレットを混ぜて1色作ります。3色目はパーマネントグリーンナンバー2とカドミウムイエローディープを混ぜて1色作ります。4色目はカドミウムイエローディープとパーマネントイエローレモンを混ぜて1色作ります。今花びらを塗ってるんですけれども、ちょっと手で見えにくいですね。ですから下の方の花びらで見ていただこうと思います。はじめに花びらに水を塗ります。そこにパレットの上の方のピンク色から外色を置いていきます。この時に、初めからべったりと塗ってしまわないで、白を残す部分を頭に置きながら塗っていっています。初めに置いた水が乾かないうちに色を置いていっています。ですから花びらの中で、ピンクがどういう風に滲んでいくかっていうのは乾いてみるまで分かりませんけれども、絵の具を溶く濃度とかがとても重要ですし、その今使っている筆の中にどれぐらい絵の具が含まれているかっていうこともとても左右してきます。ですからその辺の感覚はたくさん描いて、もう自分で掴んでいくしかないんですね。それと、私今割と太い筆を使っています。花びらはだいたい20号の筆で描いています。どうして筆を太くしているかと言いますと、
筆の中にたくさんこう絵の具を含ませることができるからなんですね。そうすることで細い筆で描くよりかはムラムラになりにくいと思います。次に上の花びらを塗っていきます。今度はピンク色を先に塗ります。そしてそこにお水だけの筆を塗っていきます。そして、隣のピンク色ににじませていきます。この花びらは、上の方の真ん中あたりを白く残したいと思っています。ですからどのように残すかなっていうことを考えながら色を置いていっています。ユリのような大きな花びらでしたらこのように一枚一枚グラデーションを楽しみながら塗っていくことができるんですね。今回はユリの花を花屋さんで買いました。やはり写真だけ見て描くよりかは本物のお花をいろいろな角度から観察しながら描くということの方が気づきが多くなると思うので描いていてもやはり楽しいです。私は今これ5本の筆を使って描いています。それぞれの色に1本ずつとそれと水だけの筆を1本使っています。今回のように白を含ませたグラデーションを作るときはこの水だけの筆というのが大変重要になります。それは水だけの筆が白い絵の具と同じ役割をしているからなんです。これは透明水彩ならではだと思います。透明水彩を上手に描けるようになるにはやはりお水と仲良くなるということがとても重要なんだと思います。ここからさらに花びらの暗い部分を塗っていきたいと思います。先ほど使ったピンク色2色にそれぞれミネラルバイオレットを混ぜます。まず花びらにお水を塗ります。その花びらの暗くしたい部分に、先ほど作った色を置いていきます。少し角度を変えて見てみましょう。まずお水をそっと塗ります。そこににじませるようにして先ほど作った色を置いていきます。こういうふうにお水を置いてにじませていきますと柔らかいタッチの花びらが出来上がっていくと思います。それでですね、筆にどれぐらいの量の絵の具をつけたらいいかってことなんですけれども、あまりたくさんつけすぎて筆にの中にたくさん絵の具が含まれていると予想以上ににじんでしまうので、雑巾で少しずつ調節しながら別の試し紙に書いてみたりするのもいいと思います。茎と葉っぱの色を作っていきます。1色目はパーマネントグリーンナンバー2と、カドミウムイエローディープで1色、2色目はパーマネントグリーンナンバー2、ウィンザーグリーンブルーシェイドローズマダーで1色です。葉っぱの色は、グリーンを交互に塗って紙の上でにじませていくという感じです。
が塗り終わった後は一旦乾かします。そしてマスキングをそっと外していきます。この時に完全に乾いた状態でマスキングを外すようにしてください。次にカドミウムイエローディープとパーマネントグリーンナンバーワンを混ぜておしべとめしべを塗っていきます。そしておしべの花粉の色を作ります。レッドオレンジとカドミウムイエローディープを混ぜて1色、2色目はレッドオレンジ、ミネラルバイオレット、セピアを混ぜて1色です。今回は室内で、お花を描いたんですけれども、今度お花を描くときは外に出てスケッチをしたいなと思っています。それでスケッチの思い出があるんですけれども、ずっと以前なんですけれども、カナダのプリンスエドワード島に行ったときに、とても自然が美しいところなんですね。そこで素敵な並木道を見つけたんです。私はそこに座ってスケッチを始めました。するとそこに大きなトラックが通りかかって、私を見て止まったんですね。それでその運転手に、何を描いてるのって聞かれたんですけれども、まだスタートしたてで私の絵を見せることができなかったんですけれども、その運転手はトラックから降りてきて、私にこっちにおいでって言うんですね。するとその並木道の隣がジャガイモの畑だったんです。それでその運転手は畑からジャガイモを掘り起こして、おいしいよと言って私にくれたんです。私はすごく嬉しくって、その時ホームステイしていた先に持ち帰って、その日の夜にそのジャガイモ一緒に食べました。採れたてのジャガイモはとっても美味しかったです。外でスケッチしているといろんな人に声をかけられます。絵を通していろいろな人とお話しすることができるので、絵の力ってすごいなって思います。